はい、どうもリッチです。さあ今回もライジングローズやっていきましょう。さあ今回は戦争編だね。前回蓄えたんで準備したらパパッと行こうじゃないかと思いますね。とにかくじゃあこの火事に入れて服を作らせて、進軍は次のターンかな。次冬なんでそこで調整してね。ああれか、公職出てますね。浴場を作らせとくか。よし。さあかなり剣をね置けるんで、まあ無双できるだろうと。で敵騎兵がいる可能性がめちゃくちゃ高いんで、そう気になりますね。でうわ今じゃないんだよな2人余ってるから早く進軍しよう。とはいえこれ今500人も出てますからね。最低500人は使えるよ絶対に。めちゃくちゃいい状態じゃない。作りましょうか。最大で組んで、農民を300で追加かな。300でいいんじゃないので、剣を分割します。でクロスボウ116、槍103、弓275、いいですね。人2800、まあいいんじゃない別に。何人これは。はい、招集しますと。1404、いいですね。ここら辺のやつらが確かね、あ、見えないか。400とかだったと思うんで、もうこれはね、大進軍よ。で、ちょっと畑置いとこうかな。牧場33で行って、服作ってもらいながら、建築してなんとか進めてもらって、いい感じだね。行きましょう。でちょっとこっち税金ん?こっちか。あ、税金やばい税金やばい。通常でちょっと幸福度が低すぎますね。ちょっとお金的に税金も取らないでちょっと廃墟をするか。幸福度を一旦高めるしかないんじゃないかなと。2倍取ってましたからね。反乱とか起きないといいんですけど大丈夫かな。なんかイベントがあったらまずいと思いますが、あ、大丈夫そうですね。税収増えました。そしてナイス。あ、不幸な住民不満持っていますと。3倍、幸福度だもんね。一旦入れて37度。めっちゃ余ってるちょっと人が通常でいって、税は通常でいくか。幸福度ちょっと怖いな。で人減らせると思うんでちょっと減らしましょう。あ、でも人が増えたか。大丈夫か。通常通常税通常配給で進めて、ちょっと畑問題かな。ちょっと食料やばそうだね。めっちゃ暇そうなんだけどあ、まだやっぱいるか。減らすくらいがちょうどいいかな。牛等もねもう限界ですから、ちょっと人口多すぎかな。何かで使わないといけないんですよね。進軍とはここできないと思うんで、二軍男性もね一時考えましたけど多分ないよね。2倍配給大丈夫持つそう2倍持ちますか。一旦下げに転じるか。2人余ってますからこれ進めて、減らしにかかって税はちょっと通常でありたいかな。ちょっと買うか、小麦買おう。4万くらい確かあれだよね、終わるのか、勝利になると思うんで、まあ近いんじゃないかな勢力的にね。さあ1400、本気の進軍よ。昔500、600とかあったよね1回目は。まあ前回蓄えましたから熊、まあ狩人いますからね。多い。
警告多い。多いって書いてあります。いけるんじゃないですかね。うちに対して多いのかな。さあ、では配置していきましょう。とりあえずじゃあ農民置いてみるか。ここを取ればいいんですよね。で、ここに防衛があるよと。農民。弓。どうしよう、農民。剣。剣なら、剣。騎兵だね。騎兵槍。目の前に槍。剣が優秀なはず。クロスボウ。槍。剣でいける。ってことは、騎兵が剣に強いんだっけ、確か。だから、ここに剣だとちょっと分が悪いか。弓。農民。ここ、多分槍ここに来るから。ここ置けないもんな。ここか。まあここが理想かな。クロスボウ考えた場合は、そうではない。まあいいや。いい。舞台は、前回クロスボウにしたんですけど、前に上がらなかったんで、使えないカードもあるんですよね。とはいえ、これが死んだらおしまいなんで、またクロスボウかな。敵が下がる。引き直すと1枚減るみたいなんで、まあこれでいいかな。罠欲しいけどね。敵の顔これなの。右下のやつめっちゃ怖いけど。やっぱ剣か。うわ、めっちゃ食らうね。相性悪いから。まあ、槍がいるんで、まだマシかなと思いますが。狙いますね、そいつを。わざこでやってる。なんてやつだ。うちのターン遅くない？何その差は。8分ありがたいですね。めっちゃ遅いんだけど、こっち攻めて北側ですよ。うちがカウンターできないカードですか、それは。これ勝ったね。これ痛みに使うもんかな。栄光です。33変わんないか。ほら2死んだでしょ。ここ危ないですよね。普通に考えたらとどめ刺そっかな。怖いよね。言うてまだ攻撃できるんでしょ。減った場合の攻撃力どうなんだろう。わかんないからな。まあいや、誰かいるでしょ。曖昧だね。いけんじゃないの。下に結構いますもんね。こいつ仕留めよう。誰かが下に出っ張りたいと。こいつやりたいな。カウント、先にやるやつか。死んだ、強。予想と違うんだが、ダメージが。乱射ですか。うわ、やられたね。罠。こいつ殺そう。ドン49。農民なんてないなくてもね、変わんないですもんね。そんなに。あ、移動したかと思った。移動せずにできないの、それは。そう。こうだな。おら。数が違うのよ、数が。まあ、痛いですけども、しょうがないね。これ相性悪いしな。罠置いとくか、とりあえず。まあ、防衛じゃないですけど、
手動剣ダッシュで上げて、おたけびいないしな別に。攻撃あ先になるんだね。いけおら前将棋ですから。乱射、乱射強いのかな。順番変わった。ナイスナイスナイス。防御かな。撃てい。頑張れ、ノーミン対ノーミン。いいぞ。あるんだ。防御した。何それ。あー、知ったるぞ、取るぞ、ここ。敵の将軍どこにいるんだ。前回将軍ちょっと勝ったけど。あ、弓か。めんどくさいな。死んだね。遠距離受けないか。まあ、まずやろう。ドン。ここ打ってくるんで守っていけ。ノーミンアタック、どっちか言っても変わんないかな。ほら減らんね。ノーミンの熱き戦いが起きてますけども、一応じゃあカバーしに行きますか。あ、逃げた。形勢振りと見たりと移動するかな。ね、あれ入ったってことか。行きますか、じゃあ。ほら、まあ、正面でいいよ。はい、ドン。次死んだね。守ってるね。ほら、この距離。行け。聞いてやがるな。あ、そういう戦いなんだ。ほら。どう。あ、あの中はいいんだ。どういう逃げたのかな、あれは。どうだったんだ。あ、勝ちましたね。よし、圧勝よ。敵の総数どんだけいたんだろう。倒した敵660からそんなもんか。それで多いなんだね。騎兵強かったですね。あれが剣に強いのか。剣がな、まあ、叩く間に死にましたからね。さあ、戦いに勝利しました。地方に城がある場合は城に軍を送り込んで最終的に地方を征服する必要があります。あー、これを取れってことかな。まだいるんじゃん。やりましょうか。なんだっけな、配給増やしてこれ減っ、あー、まあ、変わんないや。増やそう増やそう。まだ半分税金継続かな。ちょっと待って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 、ちょっと待って。まあ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 、660多いならまあまあって500くらいですよね、きっと。で、戦品の馬かな、きっとね。さっきもらってたっぽいんですけども、ちょ、申し訳ないけどそれをどこかにやることはできないですね。ないですもんね、土地が。羊を殺すわけにもいかないし。で、ちょっとさ、あれ？城置きたいな。城が残ってれば、そこでまだ耐えることができるんだと。これは面白いね。めちゃくちゃ面白いですね。だから作っといた方がいいのか。あー、なるほどね。いやー、待って待って待って。じゃあ、売る？せめて。せめて売りたい。いやー、いないのか。送るどっかに、じゃあ。
誰でもいいよ別に。せめてね、アトランチックに送りますか。はい、これ問題ないでしょ。 OKOKOK。 どこに送ったか知んないですけど、お、なんか軍出してますね、黄色新しく。これどういう感じになるんだ。あ、やや少ない。いけいけいけ。絶対少ないって。まあ一応いくか。数字の規模を把握しよう。多い660でしょ。まあまあが400から500、300から500かな。やや少ないだとしたら200くらいだと思うんですけど。いるね、180。置ける範囲広。あ、剣いるじゃん、剣。お、あ、騎兵いますね。おや、農民いますね。お、いるじゃん。お、槍だ。この辺かな、下でいいか。行かれた編成だな。あ、そこについたね、やっぱりか。カード悪いな。罠欲しいんですけどね、最初は。なんかあるのかな、順番が。死ぬよ攻撃したら。あ、死んだ。わ、ラストスタンドですね。あ、いやいや少ないだっけ、少ないだっけ。多分300人いないくらいだと思うんですけど。すげえ抵抗してる。オラの土地を守るんだと。お、お、強いな。ちょっとなんか使うか。ターンが来ないからカードが使えないんですよ。1部隊くらいいないんですか。食らわんね、これ勝てるぞ農民でも。これつけよう。いや、先につけたかったな。まあ、これですかね。動かずにやって。あ、な、ついてるわ。なんだろうそれ。あ、痛い痛い痛い。まあ、こいつ撃ちますか。めっちゃ食らうね。怖いな、だとしたらまだ。発風流して。多分結構こう食らうと思うんで、もう全員で弓狙うか、弓部隊は。ドゥーンと。で、剣殺して。あ、間違えたけどいいや。お、やるね、2か。2ならもう終わったでしょ。罠。ゲットしましたね。ほら、1。撃ち取れ。移動できるんだね、知らなかったな。前なんかそれで引いたもんね、終わったというか。そんなによな、3人のとこに。うわ、ほら、もう士気が、敵の士気がやばいです。もう存在する意思がないですね。ほら。撃て。生きてるのか。それカウンターできないですか。農民にちょっと殺させよう。正規軍が農民に数にね、ボコボコにされて死ぬと。撃って割っちゃうかな。農民来ますからね。こっちかな。ババババンと行け。ユゴの衆よ、ほら。ユゴの衆の前にね、散りましたね。お、最後の突撃してきたぞ。攻めてと。ゾンビじゃん。領主さん
さあ最後の抵抗を食らいましたね。85を失いました。結構食らったかな。弓がでかかったね。弓多かったら強いね。人数が威力半端ないな。まあ多分狙う部隊が、まあ、そういったね軽装だからっていうのもあるんでしょうけど。落城の音ですか。燃えてる。まあ、とりあえずねここにしましょうか。さあではね通行機ありますから、ここがじゃあ次の相手かなと。ちょっといますけどね。まあ次の被害者になってもらいましょうか。